越冬とは、季節の変化がある地域において、生物が気温の低下する冬を乗り切ることである。また、南極に滞在する時や災害で住居が確保できない、時など特別な場合に人間に対しても越冬の語が使われる。温帯において気温が低下する冬を乗り切れるかどうかは、その生物がその地域を分布域にすることができるかどうかの重要な鍵となりうる。 指標においては、生命の危機に及ぶほどの高温になることは少ないが、低温は活動を制約されるだけでなく、場合によっては、生命の危機に至るからである。氷点下の気温では、体内の水分が氷となり、その結晶のために、細胞構造が破壊される恐れがある。そのような条件で越冬する生物には、体内の糖濃度を上げて、凝固点を下げるなどの対応が見られる場合がある。 成虫で越冬する。黒子の町を昆虫の場合、生活史の上で越冬する段階が決まっているものが多い。幼虫で越冬するものを幼虫越冬、成虫で越冬するものを成虫越冬などと表現する。成虫で越冬するものはあまり多くない。秋カ金のように卵で越冬するものもあれば、モンシロチョウのようにサナギで越冬するものもある。低温の時期を 不活発な状態で動かないで乗り切ることを冬眠と言う。変温動物では気温が下がれば当然不活発となるが日が当たれば動き出すことも可能になる。そこであえて日の当たらないところに潜り込んで冬を過ごしてしまうのが冬眠である。したがって冬に昆虫を探すには北側斜面がいいとも言う。高温動物では コウモリやヤマネはあえて体温を落とし、不活発な状態を作り出す。移動能力の大きいものでは、冬を暖かい地域に移動することで乗り切るものもある。ま、たリド鳥は、その代表的な例である。植物は、弱い部分を固始させることで冬を生き抜く。例えば木元では葉を切り捨てるものが多い。これを落葉という。次の年に成長する新芽は、厚い林片などで覆われた塔画となる。 総本ではこの他に地上部を越しさせ地下系や球根で生き延びるものや種子のみが生き延びるものもある。一部を捨てることをしない植物は常緑性という。冬のある地域で常緑性のものはより温暖な地域のものに比べ背が低く葉が硬くて厚いなどの特徴を持つ。また寒さに対して細胞内の糖分濃度を高めるものがあることも知られる。 細胞内が氷結しにくくなるための適応と考えられる。ラウンケルの生活型というのは植物が冬にどう対処するかをもって植物の生活の型を分ける試みである。冬の低温は否定的な意味で捉えられがちだが積極的にそれを利用しているものもある。例えば春に発芽する種子には一度低温を経験しないと発芽しないものがある。 陶器の低温を生活史を季節と同期させるために利用しているわけである。類似の例は昆虫などにも知られる。むしろ問題となる低温でなく、ひながを休眠解除のキーとする動物もある。これは低温とひなががリンクしているだけに無意味でない。それだけでなく、低温が毎年の変動を持つのに対して、ひながは規則的であるから生活史を暦に合わせるという点では、 むしろ有効である。ありがとうございます。